ナミさん、はい、YouTube です。はい。あ、なになに？今日は、左バッターに向けてなんですけど、うん、左ピッチャーを苦手とする左バッターって多いと思うんですよ。うんうん。で、そういう左バッターの人が左ピッチャーを攻略するための秘策って何かないですか？ある。とっておきがある。あー、めちゃくちゃ多いですよね。はい。いや、実はこれとっておきのその情報、はい、裏技というか、まあ結構左ピッチャーを得意としてる人がやってることっていうのがあるんですけど、秘伝ので、今日はちょっとそれ紹介しましょう、はい、ぜひ。それをやったら左ピッチャーを苦手としてる左バッターが左ピッチャーを攻略できるようになるってことですか？うん、そうですね。ぜひ。まあ左ピッチャーが苦手な左バッターって本当に多いんですよね、うん、で、これなんでその左ピッチャーが苦手かっていうと、逃げていくボールに対して、まあ、スライダーとかカーブとかに対してその行き違ってしまってバットに当たらないとか、うん、あとそのタイミング前にずらされてしまってなんかこうカンって手で当てるだけとか、うん、なってしまう。そのシーンよく見ますよね。でスライダーとか曲がり系を意識すると今度まっすぐにガチャって詰まらされて凡退してしまうっていう人が圧倒的に多いんですよね、うんうん、でこれなんでそういうことが起こるかっていうことなんですけど、これ左ピッチャーが苦手な左バッターって結構な割合でまっすぐをイメージして待っちゃうんですよね。ストレート系、まあ、基本なんかそういう待ち方が多そうですよね、うん、でこれまっすぐ系、そのストレートにタイミング合わせて待って曲げられると、左バッターって一塁方向、一塁に走るときに、まあ、こっち肩って開きやすくなるんですよね、うんうんうん、だからそのまっすぐを待って曲げられると開いた状態から勝負しないといけないから結局遠くなってしまう、うんうん、本当にこれストライク入ってんのっていうところまで、ボールが見えてしまう。だからそのボールを追ってしまう、もう死にたいで勝負しないといけない、うん、そうなんですよね。あ、だからそういう時にじゃあどうするのっていうことなんですけど、全ての場面ですね、まあよっぽどのことを除いて左ピッチャーと対戦する時にはストレートではなく曲がり球を待つんですよね、うん、スライダー、僕だったらスライダーを待つんですけど、うん、待ってたんですけど、全部左ピッチャーが投げてくるスライダーのスピードと曲がり幅をイメージして全部スライダーに合わせタイミングを取っていく。へー、うん、それは外とか内とか関係なんですか？そうですね、だ結局インサイドにスライダーが曲がってくるっていうことってほとんどなくて、抜けるとき、左ピッチャー抜けるとき、もうこんなのはほっといていいんですよね、うん、だから真ん中から外付近に曲がってくるスライダーを全部待っちゃえばいいんですよね。へー、うん、でなんでそうするのかっていうことなんですけど、結局左ピッチャーのボールって全部外に逃げていくんですよね、うん、逃げ球になるんですよね。なので逃げ球を全部追っていけば、そのスライダーで合わせてタイミング、スライダーで合わせたとしても、その左ピッチャーを逃げていくまっすぐにはバットに当たるはずなんですよね、うん、でじゃあインサイドに来たらどうするんだって思ってる人、うん、いっぱいいると思うんですけど、結局左ピッチャーが左バッターのその胸元インサイドにビシビシに投げれることってほとんどないってこれ断言できるんですよ。へー、うん、例えばプロ野球の世界でも、僕11年間やってきて、左ピッチャーで左バッターのインサイドにビシビシに完璧に投げれる人ほとんど見たことないんですよね。そうなんですか、うん、結局それってインサイドは見せ球、うん、で左ピッチャーが苦手な左バッターはこのインサイドの見せ球をすごく意識しちゃうんですよね。うん、その詰まるのが嫌とか、うんうん、なんか逆にそれで開く要因になりそうですね、うん、でここでもう一つの大切な考え方っていうのは、うん、左ピッチャーが、投げてくるインサイドのボール、うん、でこれインサイドに完璧に決められたら、うん、これはバッター負けなんです、うんうんうん、だからこれ割り切りが大切。どっちも追ったところでインサイドも対応したい、でも外の曲がり球もその対応したい、うん、ってなるとこれ対応できないんですよね、バッター。うーん、だからこう割り切りなんですよ、うん、
うんうん、でここインサイドにビシッて投げられたらこれはバッター負けです。うん、ただ左ピッチャーがインサイド、左バッターのインサイドに3球連続でビシビシビシって投げ切れたケース、おそらくほとんどの人見たことないと思うんです。だいたいインサイドキャッチャー構えても真ん中付近に甘く入ってくるはずなんです。なるほど。で特殊なケースっていうのがあって、その特殊なケースって何かっていうと、そのシュート系、うんうん、左ピッチャー、食い込んでくるこのシュート系の一級品なボールを持ってるピッチャーは、うん、もうこれインサイド意識しないで、その狙って打たないとこれずっと投げられ放題になるんですよね。うん、ただこういうピッチャー、左ピッチャーで左バッターのその胸元にシュートをもう投げ続けられるピッチャー、うん、このピッチャーもほとんど、うんうん、確かにね、いないはずなんですよね。うん、僕の経験した中で言うと、うん、ジャイアンツで活躍されたその中継ぎエースで投げてたその山口さん、うん、左ピッチャー山口さん、うん、ぐらいじゃないですかね。うん、ほとんどのピッチャーそのインサイドに構えてもやっぱりどうしても中に入ってくるんですよね、甘くなる。うんうん、だから結局その左ピッチャーが苦手な左バッターの人ってインサイドもすごく嫌、うん、詰まることが嫌、うん、ただスライダーも追いたい、うん、でそのどっちも追おうとするから外が結局遠くなる、スライダー曲がり球に開かされる、うん、ってなるんですよね。なるほど。うん、じゃあうちはもう鼻から捨てとくと、うん、で捨てたとしてもそこにビシバシに投げれる左ピッチャーはそうはいないよ、うん、そうですね、ってことですね。うん、で結局インサイドからちょっとその真ん中ぐらいに甘く入ってきたまっすぐってスライダー待ちしててもこれバットに当てることってできるはずなんですよね。うん、でここのこの、事実に気づけるか気づけないか、うんうんうん、なぜならその結局詰まってもヒットを打つことができるし、結果を残すこともできるんですよね。うんうん、でこのことを分かると、うん、すごく楽に打席を迎えることができる。確かに確かに、うん、インサイドを鼻から捨てて外に逃げていく球をイメージしとけば確かに開かされるってことはなさそうですよね。そうですね。結局その左ピッチャーがビシッてインサイドに投げてきてインサイド待ってカーンって打ってもこれファールになる確率ってすっごい高いはずなんです。だったら最初からファール、打たされるんだったらそこってもういらないですよね。なるほど。でも待つべきところって真ん中から外に目付けをして全部曲がり球を待つ、うん、でその曲がり球でタイミングスライダー系をイメージして曲がり球待ってまっすぐも逃げていく距離が取れる、うんまあ、そのまっすぐに間に合いますっていう感覚をつかんでもらったら、うん左ピッチャーをもっともっと今よりも楽に打てるはずなんですよね。なるほど。うん、だからまあ練習方法として左ピッチャーそのね練習でスライダーとかいっぱいたくさん投げてもらうことってなかなかその簡単じゃないですよね。だからそのストレートマシンとかでもいいんでストレートマシンを 1,2 の3で打つんじゃなくてストレートマシンを左ピッチャーのスライダーをイメージしてタイミングを取ってそのまっすぐにどれだけ自分が反応できるのかどれだけ間に合うのかとかっていうその感覚イメージだけでも全然違うはずなんですよね。ちょっと質問ですか、一個。はい。例えば、左対左って、うん、まあ、いわば右対右と一緒じゃないですか。うん。それ左バッターは左ピッチャーのこと苦手だっていう人多いけど、うん、右バッターは右ピッチャー苦手だみたいなことって言わないじゃないですか。うん。それなんでなんですか。まあ、これは、圧倒的に右ピッチャーの方が左ピッチャーに比べて、多い、うん、から、対戦する。経験、うん、経験値っていうのも圧倒的に多いってことが、まあ一つ。まあ、見慣れるよね。そうですね。うん、で、あとは、その、野球って、一塁に走っていくので、打ったら必ず。うん、だから、右バッターの人って、こう、多少開いても、走る方向が、一塁方向なんで、体を残せるんですよね。なるほどね。残せる。だから、ちょっと開かされても、コンってこう、ライト前とか、開きながらでも、拾ったりもできるし。だからまあ苦手なケースでいうとその右サイドとかになると開かされる人ってやっぱ右バッターは多くなりますよね。うんうん、ただ普通のオーソドックスなピッチャーの時って多少開いたとしても走る方向が一塁なんで、うん勝負することができる。なるほど、うん、なるほど。左バッターは一塁側に走る時には開く、うん、開きながら行かないと一塁には走れないので、うん、結局開かされるともうあとはもうノーチャンスになってしまう、うん、確かに、うん、なるほど。
っていうことなんですよね。ってことは左ピッチャーを苦手としている左バッターが左ピッチャー攻略するための秘策は、うん、スライダーを待てと。そう、スライダーを全部すべてですね、すべてスライダーをイメージしてまっすぐに対応、うん、インコースは捨てて曲がり球をイメージ しておくと。まっすぐを待ってスライダーに対応ではなく、スライダーを待ってまっすぐに対応、うん、なるほど、うん、っていう考え方がすごく大切ですよっていう話ですね。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ今回の動画はこれでおしまいになります。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。